やっぱりアメリカ人に受け入れられる新しいラーメンというものをやっぱり作っていかなくちゃいけないと思うので、素晴らしいですね。まあ、チャレンジというか、これトライというか、まあ、アメリカ人の方がこういうラーメンもあるよということと、認知して、まあ、食べて好きになってくれたらなという思いで、あ、まあ、挑戦ですね。三田の田町でみんな並んでた人たちがいっぱいいるんで、あ、本当ですか、1号店、はい、まあ、日本狭いですけど、今度また利用させてください。はい、よろしくお願いいたします。いえ、元香港カフェのお店にできました。トライください。